ティムールは、チャガタイ半国の軍事指導者で、ティムール朝の建国者。中世アジアを代表する軍事的天才と評価され、中央アジアから西アジアにかけて、かつてのモンゴル帝国の半分に匹敵する帝国を建設した。しばしば征服した都市で大規模な破壊と虐殺を行う一方、首都のサマルカンドと故郷の機種で、 建設事業を行う二面性を持ち合わせていた。西洋で描かれたティムールティムール町の支配領域、ティムールという表記は、アラビア文字の綴りに由来し、ペルシア語による綴りに基づいて、ティムールとも表記される。ペルシア語では、ビッコ社のティムールを意味する、タメルラング、ティムーリ、ラング、ティムールイラングとも呼ばれ、ペルシア語名のティモア・アイラングが、 英語に転化したタメルラインの名前でも知られている。ビッコ社のティムールのあだ名は、ヨーロッパ世界でも普及し、タメルラインの他に、タマレイン、タンバレインといった名前で呼ばれている。また、この名は中世モンゴル語では、テマー。現代ウズベク語ではテマーであり、テムルとも表記される。民史などの看護資料では、ジョ字モクジと表記される。語義は、鉄を意味し、この名を持つテュルク系。 モンゴル系の人物は少なくなかった。ティムール自身、一時はトゥグルクティムールの元におり、また、その波動の最中で、他のティムールという名を持つ男たちと何度か敵対している。ティムールは、チンギス・ハーンの子孫ではなかったために、生涯、ハンの称号を名乗らず、キュレゲン、アミールの称号を名乗った。ティムールが駐造した貨幣には、 シャガタイ家の藩の名前と共に、キュレゲンの称号が刻まれ、モスクの金曜礼拝でも、藩の名前とキュレゲンの称号がふとばに入れて唱えられた。彼が没してからおよそ20年後、ティムール朝で編纂された師匠、ザファルナーまで彼が生前名乗らなかった、ハーガーン、スルターンの称号が追贈された。鹿が表した、年代記では、ティムールは、サーヒブ・キラーンの支配者、 星座の支配者の画号で呼ばれている。その歴史家のうち、ヤズディは、ティムールと共に、アレクサンドロス三世を、ニザーム、アッディーン・シャーミーは、チンギス・ハーンとティムールの孫、ウマルを、サーヒブ・キュラーンとして称している。ティムール・ヒジュラ歴736年シャーバーン月25日、火曜日の夜に、サマルカンド南部の騎手近郊の宝ージャイルガル村で、 バルラス部の貴族アミール・タラガイの家に生まれる。後世の司書では、タラガイ、ティムールフ氏は、チンギスカンからチャガタイに、王風として与えられた、バルラス部の仙人隊長カらチャルノヤンの子孫であると、されるが、カナチャルからタラガイに至る人物は、同時代史料に、記述のないものばかりであり、史実かどうか、疑わしいと考えられている。バルラス部は、 マーワラー・アンナフルを支配する、モンゴル人の国家にし、チャガタイハン国に属し、モグーリスタンを支配する東、チャガタイハン国と対立していた。幼少期と青年期のティムールの動向について記した、信憑性の高い記録は、極めて少ない。バルラス部の防流の出身である父タラガイの家は、裕福とは言い難く。 ティムールに従う従者はわずかに四五人、あるいは十人ほどだった。若年期のティムールは乗馬と休日を学び、ペルシア語とトゥルク語に加えてモンゴル語を話すことができた。早くに実母を亡くしてタラガイに育てられ、狩猟、家畜の見張りに携わっていた。やがて、ティムールの人望と能力に惹かれたためか、彼の周りに、様々な羊の人間が集まり始める。 クラビホの報告、アラブシャーの伝記によると、若いティムールは、数人の部下を連れて、略奪行為を行っていたという。ティムールは、気前よく戦利品を分け与えたために、部下の数は増え、強盗団の数は300人にまで増えたと、伝えられている。やがてティムールは、西、シャガタイ半国の有力者カザガンに見出され、20歳にならないうちにカザガンの側近に登用される。 この時にティムールは、カザガインの孫、アミールフサインと親密になる。1358年頃に、カザガンが暗殺され、カザガインの子、アブドゥラーフが失脚すると、統制を失ったマーワラーアンナフル各地に、貴族たちが拡挙した。この他にも、各地の都市で、トゥルクモンゴル系の貴族や、土着の勢力が拡挙し、互いに争っていた。 1360年の2月から3月にかけて、モグーリスタン半国のトゥグルクティムール藩が派遣した、軍隊がマーワラーアンナフルに侵入した。マーワラーアンナフル各地で藩を争っていた領主たちは、モグーリスタンの攻撃に対して団結して、行動しようとせず、ティムールのオジハージーはホラーサーン地方に逃亡した。ティムールは、トゥグルクティムールの軍隊のもに出頭し、 アミールたちが退出した後に、トゥグルクティムールと越見した。会見の場で、ティムール配下のサイフッディーンは、トゥグルクティムールに、ティムールの才能を列挙し、祝後、ハージーに代わる指導者に推薦した。会見の後にティムールは、ハージーに代わるバルラス部の指導者の地位を与えられ、騎手の統治を認められた。しかし、ハージーがホラーサーンから帰還すると部族民のほとんどは、 ハージーを指示に回り、ティムールも指導者の地位を変換して、ハージーに仕えた。1361年の3月から4月にかけて、トゥグルクティムールは自ら軍を率いて再び、マーワラー・アンナフルを攻撃、ジャライル部のバヤジドと、スルドゥズ部のバヤンは、モグリスタンに降伏する。降伏したバヤジドとバヤンは処刑され、それを知ったハージーは、 再びホラーアッサーンに逃亡するが、逃走中にサブゼバールの住民に殺害される。トゥグルクティムールのとに出頭したティムールは、バルラス部の指導者の地位と機種の統治権を再任された。また、トゥグルクティムールは、ティムールの才能を認め、マーワラーアンナフルの統治者に任命した息子、イリアース・法者の後見人とした。だが、理由は明らかではないがティムールは、 妻と少数の従者を伴って、イリアース法者の元から逃亡して山中に去った。ティムールは、モグーリスタン軍に追われるアミールフサインと合流し、わずか60人で1000人からなるヒバの領主の包囲を突破。この時にティムールは、自らの槍で領主を打ち取った。1362年にティムールとフサインは、モグーリスタン軍に敗れて、捕虜とされ、62日間を、 メルブで過ごした。1363年、ティムールは、スイスターンの領主との戦闘で負傷し、右手と右足に飽きずを負う。1364年に、石橋の戦いで、モグーリスタン軍に勝利、同年の騎手近郊の戦いで、イリアース法者に対象し、モグーリスタン軍をマーワラーアンナフルから放逐した。勝利したティムールとフサインはクリール隊を招集して、 チャガタイ家のカーブルシャーを新たな西、チャガタイ半国の藩に擁立し、ティムールとフサイン二人の共同統治体制が成立した。翌1365年春、トゥグルクティムールの死後にモグーリスタンの藩に即位したイリアース法者は、雪辱を期してマーワラーアンナフルに申請する。ティムールとフサインは、チナズ・タシュケントの間でモグーリスタン軍を迎え撃った。 ティムールとフサインは、兵数で、モグーリスタン軍に勝っていたにもかかわらず敗北し、二人は、バルフ方面に逃亡した。敗戦の責任をめぐってティムールとフサインの関係は、悪化するが、それでもまだ同盟関係は、維持されていた。他方、ティムールたちに勝利したイリアースジ者は、守備兵がいないサマルカンドに向かって、進軍を続けた。当時のサマルカンドは、 城壁と内情が再建されていなかったが、サマルカンド市民の中にはモンゴルからの解放を掲げる、サルバダール運動を行う一団が存在していた。サマルカンドに入場したイリアース法者の軍は、サルバダールが指揮する市民の奇襲を受けて壊滅し、さらに軍馬が薬病にかかって激減したために、マーワラーアンナフレから退却した。イリアース法者は敗走中に、 ドグラト部のカマルディンによって殺害され、カマルディンは、モグリスタンの範囲を占勝した。1366年春に、イリアース法者が退却したことを知ったティムールと、フサインは、サマルカンドに戻り、一度は、サルバダールたちの勝利を称え、彼らに面会を申し出る。艦隊の後に、ティムールたちは態度を一変させ、ティムールの取りなしによって除名された一人を除いて、 サルバダールを皆殺しにする。1370年のバルフ法医1366年の春の終わりにサマルカンドにフサインを指導者、ティムールを補佐役とする政権が成立した。しかし、ティムールとフサインの関係はより悪化する。フサインがティムールの支持者たちに重税を課したとき、ティムールは妻の装飾品を売ってまでも彼らの債務の支払いに、 協力したためにティムールの信頼は高まり、逆にフサインは支持を失った。また、ジャライル部やアパルディーブはティムールの裏切りを伝える偽の報告をフサインの元に送り、両者の決裂は決定的になる。この時期にティムールが寵愛した妻、ウルジェイ・タルカガーガーが亡くなり、フサインの妹であるウルジェイの死によって二人の対立はより深まった。 1366年の秋にティムールはフサインからカシュカダリアのカルシを奪還し、さらにブハラを攻撃した。フサインはマーワラーアンナフル奪還を目指してブハラとサマルカンドを制圧。ティムールは一時ホラーサーンに尻属がモグーリスタンとの戦いに備えて二人は講和した。この時にはジャライル部やスルドゥズ部といった有力部族がフサイン側についており、 ティムールは不利な状況下に置かれていた。講和後にティムールは、フサインの政権下で起きた反乱の鎮圧に協力するが、ティムールを警戒するフサインは自身の本拠地であるバルフの改築を決定する。工事に要する多額の費用を捻出するために住民に駐税が課されたため、ティムールは工事の中止をフサインに進言するが、聞き入れられなかった。また、 遊牧生活を営む諸部族も、フサインの工事に反対し、ティムールの指示に回った。1369年にティムールは、アムダリア川を溶かして、バルフへと進軍し、抗軍中に、多数のアミールや諸勢力が、ティムール軍に合流する。バルフへの進軍中、テルメズ付近でティムールは、スーフィズムの聖者サイードバラカに出会う。ティムールはバラカに寄進を行い、 彼から権力者の象徴である太鼓と旗を授けられた。バルフ攻撃前、ティムールは、モンゴル帝国の第二代代、ハーンオゴデの末裔であるソユルガトミシュを藩に擁立した。これは、カザガン一族に対抗する意思を表明したと、考えられているが、形式の上では藩を立てる。カザガン一族の方針は継承していた。勝ち目のないことを悟ったフサイが幸福を申し出ると、 ティムールはフサインに除名を約束した。バルフから脱出したフサインは、ティムールの元に向かわず、廃墟に身を隠したが、密告者によって、ティムールに引き渡される。ティムールは、約束に従って、フサインを助けようとしたが、ティムールの同盟者である、フッタンバルラス部の回復スロの手によってフサインは、アーディル・スルターン・ハンと共に処刑された。フサインも死を知った西。 チャガタイン国の部族長たちは、バルフのティムールの元に赴き、ティムールは監修に従って、彼らに、マーワラーアンナフルの支配を宣伝した。1370年4月9日、10日にティムールは、豪壮な式典を開き、藩に即位する意図はないこととイスラム教を国教とする、意志を表明した。戦後、バルフではフサインを支持した住民への報復として、略奪が行われ、 内情が破壊された。フサインの二人の息子は家計に処され、ティムールはフサインが抱えていた妻のうち四人を、自分の妻として、残りの女性を、配下の部族長たちに分け与えた。ティムールが目取った妻の一人であるサライムルクハーヌムは、シャガ大半火山の娘にあたり、チンギス家の娘を目取ったティムールは、ハーンの娘向こうを意味する、キュレゲンの称号を名乗った。 同1370年、ティムールは、サマルカンドに移動して首都に定め、城壁、内城、宮殿を建設して外敵に備えた。ティムールによる、ウルゲン地方位マーワラーアンナフルの統一後、ティムールは1370年から1372年に、かけて、カマルディーンが支配する、モグリスタン半国を攻撃した。モグリスタンのマーワラーアンナフルへの侵入を防ぐ。 ために遠征は定期的に行われ、1390年まで7回以上実施された。ティムールは待ち伏せを得意とするカマルディーンの戦術に苦しんだものの、カマルディーンの勢力は数度にわたるティムールの攻撃を受けて衰退する。1372年にティムールはコンギラト部族の国家スーフィー長が支配するホラズム地方に遠征軍を派遣する。 14世紀半ばまで、ホラズム地方の北は、ジョチウルス、南は、チャガタイ半国が支配していたが、それぞれの国が衰退すると、コンギラトがホラズムを支配下に収めた。1371年にティムールは、チャガタイ家が領有していたホラズム南部の返還を要求して、軍を進め、首都、ウルゲンチを包囲されたスーフィー朝の君主ユースフは、 ホラズム南部の返還に同意して講和した。1373年、ティムールが、モグーリスタン遠征に出発した隙をついて、ユースフが、ホラズム南部の脱回を図ると、ティムールは、モグーリスタン遠征を中止して、ホラズムに急行する。同年冬、ティムールの王子ジャハンギールとスーフィー朝の王女ソユン、ベグの結婚を条件として和平が成立するが、 ユースフはなおティムールに服従しなかった。モグーリスタン藩国スーフィーアサえの遠征を行う中で、ティムールは、西、シャガタイ藩国時代から力を持っていた、部族長たちの反乱にも直面する。カルシを本拠とする、大中と計化な地集団の前でムーサーは、即位前からティムールに、服従の意思を示さず、1371年と1372年の2回に、わたって、 反乱をくわだて、ティムールは彼を、サマルカンドの内情に遊兵した。1375年にユースフは和訳を破って、ホラズム南部のヒバと、キャトを包囲すると、ティムールの即位前からの名友だった、フッターンバルラス部のカイフスロがスーフィー町に寝返った。ティムールは、かつてのフサインの支持者に、カイフスロを引き渡し、カイフスロは彼らに処刑された。ホラズム遠征の直前に、 スルドゥス部の部族長ムハンマドに変えて、配下のアクテミルにスルドゥスの指揮権を委ねることで、スルドゥスの統制を強化した。1380年に、西、チャガタイ半国の部族の中で最大の軍事力を許していたジャライル部を屈服させて、以降、ティムールと部族長たちの対立は概ね解消された。 1376年4月、分裂状態にあった北方のジョチウルスの王族、トクタミシュが、ティムールの元に亡命する。ティムールは、ジョチウルスの藩である、オロスの身長を警戒しており、トクタミシュを利用して、オロスを抑えようと考えた。ティムールはトクタミシュに兵士と財家を与えて、キプチャク草原に送り返し、さらに抵抗の拠点として、オトラル、サブラン、 すぐなくの三都市を与えた。1377年にはティムールも、オロスを撃つために遠征し、すぐなくオトラルカンの戦闘で勝利した。1378年にトクタミシュは、オロスとトクタキアの後を継いだティムールメリクハンを撃って、ハンに即位した。ティムールは遠くらいしたトクタミシュが、自身の忠実な同盟者になることを期待したが、トクタミシュは、 オロスの方針を継承して、ジョチウルスの統一を目指し、1380年に、クリミア半島の有力者ママイを破って、ジョチウルスの再統一を達成する。徳田ミシュは、ジョチウルス再統一後に、アゼルバイジャンに遠征軍を送り、1385年には、タブリーズを攻撃する。やがて、中央アジアに勢力を広げるティムールは、 トクタミッシュと衝突することになる。1376年夏、王子ジャハーンギールが創生する。ティムールは4人の息子たちの中でも、特に、ジャハーンギールに目をかけていた。1376年から1377年に、かけて、ティムールは5度目のモグーリースタン遠征を行う。1379年に、ティムールがモグーリースタンへの遠征に出ている最中、 スーフィー長のユースフがマーワラーアンナフルに侵入し、サマルカンド近辺を略奪した。ユースフに一騎打ちを申し込まれたティムールは、挑戦を受けて立ったが、ひるんだ、ユースフは決闘の場所に現れず、家臣に別死された、ユースフは小水のうちに没した。3ヶ月の包囲の末にティムールは、ウルゲンチを攻略、ユースフを支持した一部の住民を虐殺した。 1381年以降にティムールは、定住文化が定着した、ペルシアの都市に対して、積極的に遠征を行い、茶型池にペルシアの統治権を放げることを名文として掲げる。当初のペルシア遠征の目的は、領土の拡大ではなく、現地の政権を保護国化することにあった。他に、本拠地であるマーワラー・アンナフルの発展に必要な、 家畜などの稼働財産と労働力の獲得という経済的な理由、戦利品の分配による配下の中精神の維持がペルシア遠征の動機にあったと考えられており、ティムールは遠征に際して情報の収集を入念に進めていく。1380年に開催したクリル隊でティムールはホラーサーン地方の王朝をルトと朝の君主ギアス・ディーン・ピール・アリーを招集するが、 ギアース・ディーンは、クリル隊に出席しなかった。1381年にティムールは、ホラー・サーン地方に侵攻し、クルト町の首都ヘラートを占領した。ティムールは、ヘラートの攻撃前、住民に生命と財産の安全を保障したが、占領後に重税を課し、さらに住民の放棄を危ぶんで塔と,と城壁を破壊した。この時に、ヘラートの裏マイマームが、 ティムールの故郷である騎手に連行され、装飾された門ピも騎手に持ち運ばれた。1383年に、ヘラートの住民が、ティムール町の町税人を襲撃すると、見せしめとして、王子ミラーンシャーによる虐殺が行われる。反乱の責任は、サマルカンドに連行されていたギアースディーンをはじめと、スルクルト町の王族にものしかかり、彼らは処刑された。 ギアース・ディーン・ラノ氏によって、1383年に、クルト朝は滅亡した。ティムールはさらにホラーサーンの西に進み、同1381年に、サブゼバールに存在した、サルバダール政権を侵入させる。サルバダール政権の指導者、アリー・ムワヤドはティムールに忠誠を尽くすが1386年に、戦死、アリー・ムワヤドを失った。 サルバダール政権は影響力を失う。マーザンダラーンの支配者、アミール・ワーリー、ケラスト、トゥースの支配者、アリーベクはティムールに反抗したが、いずれも滅ぼされた。1383年に、スイースターン、1384年初頭に、カンダハルを征服し、アフガニスタン全域が、ティムール町の支配下に入った。1385年に、 イラクに存在した、モンゴル系国家ジャライル朝の首都、ソルターニーイエを占領、同年に、マーザンダラーンを制圧した後にティムールは、サマルカンドに帰還した。帰国後およそ1年の間、ティムールは、内政と軍備の増強に力を注いだ。1386年より、ジョチウルスの拡大を牽制することを目的とした、3年戦役。 の名で知られる西アジアへの遠征事業が始められる。1386年にティムールはタブリーズを攻略するが、タブリーズはすでにトクタミシュによって破壊されていた。ジャライル朝が支配するアゼルバイジャンを支配下に加え、グルジア王国の首都ティフリスを攻撃するが、頑強な抵抗にあって攻略には至らなかった。翌1387年にティムールはシリア北部のマラティア、 アナトリア東部のスイバスに進出した。中東各地の地方政権の君主と領主は、ティムールのコーカッサス侵入をエジプトのマムルーク町に報告しており、ティムールから降伏勧告を受けたスイバスのエルテナ公国の君主、ブルハネッディンは、マムルーク町とオスマン帝国に助けを求める。この時に、マムルーク軍がシリア北部に派遣されるが、 ティムール軍とマムルーク軍が直接戦闘することはなかった。1386年から1387年にかけての冬、ティムール軍の先遣隊はダゲスタンでトクタミシュの軍隊に遭遇する。両軍は交戦するが、勝敗が決しないうちにトクタミシュは退却し、コーカサスの北に引き上げた。この敗信行為にもかかわらず、 ティムールはトクタミッシュに寛大に接し、彼に兵糧と共に和解を提案する書簡を送った。しかし、トクタミッシュにとっては、ティムールの恩情は、屈辱でしかなく、ティムールを攻撃するための準備に取り掛かった。1387年、ティムールは、ルリスタンを拠点とする強盗団の討伐隊を自ら、指揮し、捕らえた続党を、弾劾から突き落とした。さらに、ティムール軍は、 バンコンの要塞を制圧してアルメニアを征服、キリスト教徒である要塞の守備兵を弾劾から突き落として処刑した。また、バンコ近辺で遊牧生活を営むトゥルクマーン系の国家黒羊アサに対してはミーラーンシャーが率いる軍隊が派遣された。黒羊アサの君主カラムハンマドはミーラーンシャーに対してゲリラ戦を展開したが抵抗は長く続かなかった。 1387年にティムールは、イルハン朝の丘陵に成立した、ムザフファル朝の領土に侵攻、エスファハーンを占領し、ムザファル朝の首都シーラーズを略奪した。占領地のエスファハーンの住民が、ティムール軍の兵士と朝税人を殺害したために、見せしめとして殺戮が行われた。決められた数の首を持ってくるように命令された、兵士によって7万人の首が集められ、 それを積み重ねた塔が建てられた。ティムールは、ムザフファル朝君主シャーシュジャーのオイシャーやフェアーを、グツの君主に据えて、続領とした。1380年代中頃に、ペルシア東部が、ティムール朝の支配下に入る。ティムールとトクタミシュの戦闘1388年春に、トクタミシュが、 本拠地のマーワラーアンナフルに侵入したため、ティムールはやむなく西アジア方面での軍事活動を中断して中央アジアに帰還する。王子ウマルシャイフが指揮する守備隊は徳多ミシュの猛攻をしのぎきれずアンディジャンまで後退し、サマルカンドとブハラは包囲を受けた。3万の騎兵がサマルカンドの救援に向かい、ティムール自身も小部隊を率いて騎手に駆けつけると、 トクタミシュは草原地帯に退却した。1387年にトクタミシュは、スーフィー朝の君主スレイマンに反乱をそそのかしており、先導に応じたスレイマンは拒変した。モグーリスタンのカマルディーンは、トクタミシュと同盟して援助を受け、さらに、ティムールの民族にあたる貴族ハージー・イーベクが、ホラー・サーン地方で反乱を起こし、ティムールは、最大の危機を迎える。 1389年、ティムールは、カマルディーンを討伐するための本格的な軍事行動を起こした。入り川を渡ったティムールは、モグーリスタンの中心部にいたり、カマルディーンとイリアース王者の兄弟ヒズル王者を撃破して、ウイグルスタンのトルファン近辺にまで達した。1390年の7回目のモグーリスタン遠征で、ティムール軍は、モグーリスタンから、 カマルディーンを放築し、新たに藩に即位したヒズル法者と和平を結んだ。ホラズム地方に軍を返したティムールは、ウルゲンチを占領し、スレーマンは、トクタミシュの元に逃亡した。ウルゲンチの住民は、サマルカンドに連行され、町は一部を除いて徹底的に破壊され、さらちに、大麦の種が撒かれた。1391年のキプチャク草原遠征の、直前にティムールは、 ウルゲンチを復興させる命令を発した。1391年1月にティムール軍はタシュケントを出発し、2月にティムールはクリール隊を開いて、遠征に参加した将軍たちから計画の同意を得、彼らに軍令を発した。2月5日、ティムールは、ウマルシャイフが率いていた、別動隊と共に、ホジェンドで、特多ミシュ軍の前衛を撃破する。軍の途上で、 ジェズカズガン近辺に、徳タミシュ討伐に向かう、胸の皮分を立て、上と疲労に苦しみながらも徳タミシュに迫った。同年6月18日にコンドルチャ川でティムールは、徳タミシュを破る。この戦闘は徳タミシュに痛手を与えたが、まだ彼は、再起するだけの力を残していた。1392年、徳タミシュを破って間もなく、ティムールは、西アジア遠征を再開する。 この戦役は五年戦役と呼ばれる。遠征の前、ティムールはイラン全土の支配権はチンギスハーンからシャガタイの子孫に与えられたという名分を掲げイラン支配の正当性を主張した。戦役の最初、ティムールはマーザンダラーンに残っていた未征服の都市を占領した。ムザフファルワサへの攻撃が再開されシーラーズに向かうティムールをシャーヒシュジャーの追い。 シャーマンスールが迎撃した。1393年5月に、ティムール軍とシャーマンスールは、シーラーズ近郊で交戦。戦闘の混乱の中で、親衛隊からはぐれたティムールは、シャーマンスールに肉迫され、頭を二度切りつけられる危機に陥る。シャーマンスールは、主君の危機に気がついた兵士によって殺害され、ティムール軍は勝利の後に、シーラーズを占領した。 当初ティムールは、ムザファルアサの王族を攻遇していたが後に、彼らを処刑し、ムザファルアサの領土を併合した。ジャライル朝のスルターンアフマドから服従を拒否する、書簡が送られると、ティムールは、アフマドの本拠地バグダードを攻撃するためさらに、精神を続けた。ティムール軍の接近を知ったアフマドはエジプトに逃亡し、バグダードは、ティムールの支配下に入った。 バグダード占領後にティムールはバグダード北部で跋扈していた盗賊団の討伐に向かい城壁の破壊と地下トンネル建設のために7万2千人の兵士を動員したという。砦を陥落させた後犯罪者への見せしめとして盗賊団の生首を重ねた塔が建てられた。バグダードの陥落後ティムール軍の中で黒羊朝との戦いに敗れて撤退していた一団が マムルーク朝の捕虜となる。ティムールは、捕虜の釈放を要求するが、マムルーク朝のスルターン・バルクークは要求の裏にある、ティムールの意図を疑って、エルテナ公国、オスマン帝国、クロヒツジヤサ、ジョチウルスに、同盟の結成を呼びかけた。ジャライル朝のアフマドがカイロに亡命するとバルクークは、彼を艦隊し、ティムールとバルクークは、書簡を通して、互いを挑発し合った。 しかし、グルジアとアゼルバイジャンでの反乱、トクタミシュ討伐の準備のために、5年戦役では、エジプトへの遠征は決行されなかった。1394年1月に、王子ウマルシャイフが、クルディスタンで戦死。3月に、孫のウルグベクが誕生すると、ティムールは、誕生を祝して反乱者に恩赦を与えた。ティムールが反乱を鎮圧しながら、東方に戻ると、 防衛のために、シリアに駐屯していたバルクークもカイロに引き上げた。この年、マムルーク朝と黒羊朝の支援を受けた、アフマドによって、バグダードが奪還される。1394年末に、トクタミシュが、デルベントを越えて、ティムール朝の領土で略奪を行うと、ティムールは遠征の準備を進めた。1395年ルニティムールは北に軍を進め、テレク川で、 徳ミシュと激突した。徳ミシュの兵士に囲まれたティムールは矢をすべて使い果たして槍を折りながらも敵兵を撃退し、助けの兵士が到着するまで持ちこたえる。三日にわたる激戦の末にティムールは勝利を収め、部下の忠誠心はより高まった。さらに、ドン川を遡って、 モスクワ大公国とジョチウルスの領土に侵入し、1395年から翌1396年にかけて、さらイアストラ藩を破壊した。テレクカハンでの勝ーとさらイの破壊は、トクタミシュに決定的な一撃を与えた。戦後、ティムールは、マンギトブの有力貴族エディゲとジョチ家の王族、ティムールクトルクラが、キプチャク草原に、新たな政権を立てることを承認した。 1396年春にティムールはデルベントを経由して夏にサマルカンドに帰還し5年戦役は終結した。1397年頃にティムールはヒズル法者の娘テュケルを火に迎えモグーリスタンと同盟を結んだ。テュケルとの結婚に際してティムールは彼女を迎えるためにサマルカンド郊外に宮殿と庭園を造営した。同年に 孫のムハンマドスルタンをモグリスタンの統治に派遣して中国遠征の準備を進めるがインド遠征によって中国への軍事活動は一旦中断される。ティムールとトゥグルク朝のスルターン・マフムードの戦闘1398年から1399年にかけてティムールはインドに軍事遠征を行った。1397年末よりアフガニスタンを 統治していた孫のピール・ムハンマドにインドへの攻撃を命じていたが、ピール・ムハンマドがムルターンの攻略に苦戦していたためにティムールは申請を決定した。遠征においては9万2000人の兵士を動員し、それを3部隊に分けて進軍した。ソユルガトミシュの後を継いだ、チャガ大藩であるスルタンガマフムードを左翼軍の司令官として南化させ、ティムール自身は、 後方の安全を確保するためにヒンドゥークシュ山脈を根城とする族との討伐を指揮した。氷雪が積もる鉱山の進軍は困難なものとなり、盗賊団が立てこもる山城の攻略では、配下の将兵の指揮が萎縮していた。ティムールは山族の討伐を諦めず、山城の方位が無益であると説得した軍師。 ムハンマドコアギンの地位を剥奪したことがアラブシャーによって記録されている。奮い立った兵士たちによって山賊は殲滅された後、ティムールは遭遇する敵対勢力を撃破しながらカーブルに移動した。インド航軍中にアフガニスタン各地の反乱勢力が討伐されたことは治安の回復と交通路の確保につながり、ティムール町のアフガニスタン方面の支配が強化された。 一方、ピール・ムハンマドは、ムルターンを制圧した後に、洪水で軍馬を失っており、インドの領主たちから包囲を受けていた。ティムールは、ピール・ムハンマドと合流し、10月に、彼の部隊を本体に組み入れて改めてデリーに、進軍した。12月13日、デリーから出撃した軍隊との開戦の前に、捕虜の反抗を危惧したティムールは10万人に及ぶ。 ヒンドゥー教徒の捕虜を処刑した。12月17日にティムール軍はトゥグルク朝のスルターンマフムードが指揮する軍隊と交戦する。戦闘に際してティムールは敵側の戦像に対して入念な方策を巡らせていた。騎兵の活躍によって戦像は壊滅し、トゥグルク軍は敗走した。デリーに入場したティムールは12月20日に潜入を宣言し、 戦勝を祝う宿宴を開いた。デリー入場後、ティムール軍の兵士は、城内で破壊と略奪を行い、さらに抵抗する住民を殺害した。ティムールは、デリー滞在中に12万頭に及ぶ、戦像と儀礼用の像の更新を見て楽しみ、それらの像を、サマルカンド、ヘラート、タブリーズなどの帝国領の都市に持ち帰った。 翌1399年1月にティムールは、デリーを出発して、帰国、かつて、チャガタイ半国のタルマシリンが陥落させることが、できなかったメ名ラと攻略した。ティムールは、ヒースラム教徒を弾圧しながら北上し、1399年3月末に、マーワラーアンナフルに帰還した。このインド遠征においては、異教徒との戦いが、大義名分とされ、 ティムール朝の歴史家サラーフ・ディーン・アリー・アズディーは、インド遠征には宗教的な道義があったと述べた。しかし、バルトリドなどの後世の研究者の多くは、インド遠征に宗教的な理由があったことに否定的な見解を示している。このインド遠征の背景には、インドの都市が有する在価があると考えられており、 ティムールは遠征によって約10万人の兵士の給料に匹敵するほどの財宝を獲得したと言われている。研究者の中にはインド遠征に政治的必要性はないとの指摘もある。ティムールとマムルク軍の戦闘1399年にバルクークが没するとそれを知ったティムールは再び西方に軍を進める。また、インド遠征の前に アゼルバイジャンに派遣していた王子ミーラーンシャーから、老齢を理由として、退位を進める書簡が、ティムールの元に送られていた。インド遠征中に、ミーラーンシャーは、自身が後継者に指名されていないことを不服として、認知のアゼルバイジャンで反乱を起こす。インドから帰還して間もなく、7年戦役と呼ばれる、戦役が始まった。ミーラーンシャーの反乱に対しては、 ティムール自らが鎮圧の指揮を取った。さらに、敵対する動きを見せたグルジアに対して、報復の攻撃が行われた。インドから帰還して、すぐのエジプトへの侵攻に、敗下の将軍たちは、疲労を訴え出て、休養を懇願したが、ティムールは、敵が団結する前に帰戦を制するべきだと遠征に、打って出た。ティムール軍は、アンティオキアを経由して、シリアに進み、 ティムール軍を目撃したマムルーク軍の石膏は悪魔が襲来したと報告した。オスマン帝国のスルターンバヤジと一世はティムールとの戦闘に積極的な姿勢を示していたが、当時マムルーク長とオスマン帝国はマラティアの領有をめぐって対立していたため、マムルーク長はオスマンの力を借りずに単独でのティムール軍を迎撃した。進軍の速度を早めるために、 ティムール軍の進路にある都市には、降伏を促す死者が送られ、ホムスなどの都市が、無血開城をした。同年11月1日、ティムール軍は抵抗の意思を示したアレッポを回戦から、わずか4日で攻略した。アレッポ攻略後に、ダマスカスに進軍を続け、マムルーク軍の士気を低下させるために流言を巻いた。マムルーク長のスルターン・ファラジュは、 幸福を拒絶し、ティムールの元に資格を放つが、暗殺は未遂に終わった。12月から翌1401年1月にかけて、野戦が行われるが、ティムール軍とマムルーク軍は、双方とも損害を受け、ティムールは、ファラジュに和平を提案した。ファラジュの軍が、エジプトで起きた反乱を鎮圧するために、ダマスカスから脱出すると、 ティムールは一計を案じて市民に和平を提案し、ダマスカスの首相の反対が押し切られて、施設団が派遣された。この時派遣された、施設団には、歴史家、イブン・ハルドゥーンが加わっており、ティムールはハルドゥーンを30日以上陣営に留め置いた。ティムールの要求によって、ダマスカスの城門が開けられると兵士が、城内に流れ込んで略奪を行い、ティムールは、 大衆の邸宅と内情を占領する。3月17日にダマスカスで大規模な破壊が行われた後、3月19日に熱病から回復したティムールはダマスカスから退去した。破壊されたダマスカスは飢饉と薬病に襲われ、ティムールの名前は市民に見嫌われた。ダマスカス退却後、ティムール町とマムルーク町との間に休戦協定が締結される。 ダマスカスを経ったティムールは、アフマドによって奪還されたバグダードに進軍した。この時アフマドは、バグダードにおらず、バグダードの首相が降伏を拒否したために包囲が敷かれた。同年6月に、バグダードを再占領すると大規模な虐殺が行われ、死者の首を積んだ120の塔ができたという。バヤジトの元を訪れるティムールフランス王シャルル6世が、 ティムールに宛てた、新書エジプト遠征の開始前に遡る1399年に、スイバスが、オスマン帝国のミコスレーマンに占領され、ティムールに従属していた、黒羊朝が、オスマンの攻撃を受けていた。この時にティムールは、オスマン帝国のスルターンバヤジト一世に、捕虜の返還を要求したが、バヤジトは不別の意をもって返答した。 ティムールがダマスカスに滞在している間、アフマドと黒羊アサのカラユースフがバヤジと一世に働きかけ、ティムール朝の影響下に置かれていたアナトリアの都市エルズインジャンがオスマンの支配下に入る。また、オスマン帝国によって滅ぼされたベ陸リクの君主たちの多くがティムールに助けを求めていた。1402年にティムールはグルジア南部に進み、 バヤジトに降伏を迫った。ティムールは、オスマン帝国との戦いに先立って、イスラム教徒の支持を取り付けるために、バヤジトを誹謗する流言を流し、その上で、エルズルムを攻略した。バヤジトの元から降伏を拒む書簡が届けられると、ティムールは死者を追い返し、アンカラに向かった。1402年7月20日のアンカラの戦いで、ティムールは勝利。 ティムール軍は、バヤジトと彼の巫女ムーサーを捕虜とした。捕虜となったバヤジトが、ティムールの元に連行された時、ティムールは、王子シャールフとチェスを指していたと伝えられている。この時に、アンカラに滞在していたカスティーリア王国の死者は、ティムールの勝利を祝福し、ティムールは帰国する使者に書簡と沈没を携えた。返礼の使者を随伴させた。また、 ヨーロッパのキリスト教国の他に、マムルーク朝からも勝利を祝福する使者が送られた。バヤズイド二世をシータゲンとするティムールティムールが、捕虜としたバヤジトを、檻の中に閉じ込めて侮辱した伝説は有名であるが、これは、アラブシャーの記録から生じた誤解であり、実際にはティムールは、捕虜としたバヤジトを丁重に扱った。1403年3月8日、バヤジトは交流中に没する。 バヤジトが没したとき、ティムールは彼の死を悲しんで涙を流したという。ティムールにアナトリアを直接統治する意志はなく、滅亡したベーリックの多くに給料を返還して復興させた。オスマン帝国の主要都市、ブルサには孫のムハンマドスルタンを派遣し、ブルサに残されていた多くの財宝と生意物を獲得した。 12月2日に、聖ヨハネ騎士団が領有していたスミルナを占領。これをもって7年戦役は終結した。この聖ヨハネ騎士団領への攻撃にもかかわらず、カスティーリア王エンリケ3世、イングランド王ヘンリー4世、フランス王シャルル6世、東ローマ帝国皇帝マヌエル2世イラはティムールに、新書を送った。1403年3月。 ティムールが後継者と考えていた、ムハンマドスルタンが溶接する。孫の死を知ったティムールは、嘆きの声を上げた。祈祷を終えた後に遠征が再開されたが、有能な後継者の死は、ティムールの精神状態に大きな影響を与えたと言われている。同年に、コーカサスのカラバーグで一族に、帝国の領土を分配した。1404年8月に、サマルカンドに帰国。 留守中に、サマルカンドで不正を行っていた役人と商人を処罰し、政務の合間を縫って、建築事業を取り行った。同年夏、カスティーリャオ・エンリケ3世からの返礼の施設として、ルイゴンサレスでクラビホらが、サマルカンドの宮廷を訪れた。クラビホが面会した、当時のティムールは、視力が落ちており、目の上に、まぶたが垂れ下がりほとんど目を開けられなかったという。 また、この時に、明朝の施設が、クラビホ一行に同席していたが、ティムールと帝神は、民の施設を侮辱し、彼らへの効能を拒否した。ティムールが葬られたグーリアミール病を帰国後、ティムールは民国への遠征計画を再開する。名遠征の準備は、西アジアでの征服事業が一段落した1397年末より、進められており、この遠征は、 異教都に対する聖戦と位置づけられた。ティムールの東方遠征の真意については、単に戦利品が目的、民ではなく、モンゴル高原が遠征の目的地だった。当時、ティムールの元に亡命していた北原の巫女、オルジェイ・テムルを北原のハーニーにつけて全モンゴルへの影響力を有する意図があったと諸説ある。遠征を前にしてティムールは、 国内の有力者とサマルカンドの全住民を招待しての大規模な孫の結婚式を開き同時に罪人たちに刑を下した式が終了する前になりすべての貴族の前で亡くなったムハンマドスルタンの弟であるピールムハンマドを後継者とすることを宣伝した1404年11月27日にティムールはサマルカンドを出発して東方遠征に向かう 進軍中にティムールは、和解を求めるトクタミシュの使者と遭遇し、寛大な態度で、クタミシュに援助を約束した。この年は、気候が悪く、1月に、サマルカンドから 400km 離れたオトラルに、ようやく到達することができたものの、ティムールは病にかかっていた。配下から、寒さで士気の下がった兵士のために宴会を開くことが、提案され、 三日に及ぶ宴会が模様された。ティムールは病心にもかかわらず酒を飲み続けたがついに倒れ、放御の時期が近づいていることを悟る。病床の周りに集まった王子と貴族に、孫のピール・ムハンマドを後継者とすることを告げ、彼らに遺言を守ることを誓わせた。1405年2月18日にティムールは、オトラルで病により放御した。放漁する直前、 神の他に神は、なしと言い残した。香水と香料がかけられた、ティムールの遺体は装飾された担架に乗せられ、密かにサマルカンドに搬送された。しかし、ティムールの宝魚を知った王族たちは、ピール・ムハンマドを後継者とする遺言に背いて、王位を主張する。宝魚から5日後、ティムールの遺体は、サマルカンドのグリアミール病に安置された。 3月18日にサマルカンドを占拠したハリール・スルタンによって改めて正式な葬儀が行われ、すべてのサマルカンド市民が黒い模服を着用した。葬儀の時、ティムールが生前に愛用していた太鼓が病に運び込まれ、他の人間が使用できないように引き裂かれた。ミハイル・ゲラシモフによるティムールの副元像ティムールを描いたと伝えられる。 肖像画の中で信頼性の高いものはなく、要望を詳しく記した文章も少ない。晩年のティムールと対面した人物の一人であるアラブシャーは、ティムールの要望について背が高く肩幅が広い。大きな頭と濃い眉、あごひげを生やしていた。長い手足を持っていたが、右足は不自由だった。目はろうそくのようではあるが、光はなかったと描写した。 身長はおよそ170センチメートルと、14世紀、当時の人間の中では長身に分類される。ティムールは、右足が不自由であると伝えられており、ビッコ社のティムール、ビッコのティムールを意味する、タメルラング、ティムーリラングの呼び名でも知られている。クラビホの報告、アラブシャーの電気、ロシアで編纂された、年代記は、強盗団時代に襲撃に失敗して負傷し、 その後遺症で足に障害が残ったと述べている。また、別の伝承では1363年に起きた、戦闘での負傷が元で足に障害を負ったと伝えられている。1390年末、ティムールは、キズが原因で起きた骨と関節の病にかかり、40日間病床に、付した。右足が不自由になったともティムールは依然馬を、自在に乗りこなしたが、 年を減るごとに、症状は徐々に重くなっていき、晩年には、従者の手を借りなければ乗馬が困難な状態になった。1941年5月から6月にかけて、ソビエト連邦の調査隊が、サマルカンドのグーリアミール病の調査を行い、ミハイル・ゲラシモフによって病に安置されていた、ティムールの遺体も調べられた。この時の調査によって、ティムールは、 赤色のヒゲを生やしていたことで、肘、膝の3箇所に飽きずを負っていたことが判明した。また、調査隊は、ティムールの顔をモンゴロイドをベースにして、コーカソイドの特徴がいくらか加わった様子と分析した。冗談や嘘を好まない性格であり、読み上げさせた文を全て暗記するほどの優れた記憶力を有していた。ティムールは音楽を好み、 アラブから中国に至る東西の学士で混成された、楽団が奏でる歌曲に耳を傾けた。また、ラバの収集に関心を持ち、数字の9にこだわりを持っていた。ティムールは読み書きこそできなかったが、彼と対面した人間は概して教養人という印象を抱いた。国家が拡大するにつれて、ティムールは歴史に強い興味を抱くようになる。 遠征の途中などで時間が空いた時には従者に書物を読み上げさせ特に歴史書を好んだという歴史以外にも医学、天文学、数学の価値を評価し建築に関心を示したティムールは学者の他に芸術家や職人に対しても尊敬の念を抱いていたティムールが面会した学者の一人にイスラム世界を代表する歴史家 イブン・ハルドゥーンが知られている。1401年にダマスカスを攻略した時にティムールは、ハルドゥーンの所在をマムルーク長の使者に尋ね、彼が面会を望んでいることを知ったハルドゥーンは、ティムールの元に赴いた。二人は、通訳を介して対話し、ハルドゥーンの故郷であるマグリブの事情について強い、興味を持つティムールのためにハルドゥーンは、地理書、マグリブ事情を検定した。 そして、アラビア語で書かれた、マグリブ事情は、後世に優れた師匠を残そうというティムールの思惑により、彼の初期によって、トゥルク語に翻訳された。ハルドゥーンは35日間、ティムールの陣営に滞在し、艦隊を受け、ティムールと言葉を交わした。エジプト帰国後にハルドゥーンは、モロッコのマリーン町のスルターンに当てた報告書の中で、 ティムールの知性と探求心を称える文を書いた。ティムールの趣味の一つに、チェスがあり、暇を見てはチェスを楽しんでいた。その腕前は相当なものであり、名人とも対局した。夜中に一人で巨大なチェス盤に向き合って、物を思いにふけり、複雑な戦略を巡らせながら駒を動かしていた、エピソードが知られている。このため、ティムールはチェスから、 戦術の着想を得たという見方も存在する。また、ティムールがチェスを打っている時に、子供が生まれ、ちょうどその時手に持っていた王城の駒にちなんで、子に、ルフの名前をつけた伝承が存在する。15世紀のティムール朝の歴史家であるハーフィズワブルーは、ティムールのチェスの相手を務めていたことでも知られている。ティムールが増築したホージャーフなどヤサビー 両イスラム教を信仰するとともに、モンゴルの伝統にも従ったティムールは、酒をこよなく愛し、伝統的なモンゴルのシャーマニズムを信仰する人間に、回収を強制しなかった。ティムールは同胞であるイスラム教徒を殺害し、時には、奴隷とした。さらにモスクを汚し、イマームを殺害するなど、敬虔なイスラム教徒とは言い難い行動が多く、見られた。ヤズディー。 ハーフィズワブルー、アラブシャーラ・ティムールと同時代の歴史家は彼が絵画に興味を持っていたことを記録している。ティムールはマニキョの教祖マニが描いたという絵画を飾り、ペルシアやバグダードの画家に宮殿を飾る壁画を描かせた。ティムールは信心深いムスリムとは言い難かったが、一定の信仰心も持ち合わせており、スーフィズムに強い関心を抱いていた。 スーフィズムだけでなく、正当派のイスラームにも敬意を表し、ティムールは、ウラマーと積極的に交流を持ち、イスラーム学者の著述活動に保護を与えた。一方で、ニーマトゥラー教団の創始者ニーマトゥラーワリーの活動を危険視して、マーワラーアンナフルから追放し、各地を移動するスーフィズムの修行者を館長として利用していた。ティムールは、 父のタラガイが支持していたスーフィー・シャムス・ディーン・クラールを尊敬し、自身の軍事的成功は、クラールの祈りによってもたらされたと述解した。バルフ包囲の際に、ティムールの陣営を訪れたスーフィー・サイード・バラカは、ティムールの成功を予言し、ティムールは彼をシフトした。バラカは、宗教面だけでなく、政治においてもティムールに助言を与え、1404年に没した。 ティムールは、自分が死んだ後は、バラカの足元に葬って欲しいと考えており、ティムールが亡くなった後に、バラカの遺体は、グーリアミール病に運び込まれて、ティムールの近くに安置された。1373、74年、ティムールは、故郷の騎手に混流されていた、クラールの病の隣に新棚病を建て、ここに、父タラガイの遺体を安置する。 1397年にはヤシにあるスーフィー・アフマド、ヤサビーの墓を巡礼した。この時に、ヤサビーの病に幼稚を枠府として寄進し、霊病の増築を命令した。ある年代期には、ティムールが、キリスト教寺院の神聖とキリスト教徒の信仰心に、理解を示した伝承が記されている。3年戦役でのアルメニア攻略の際、ティムールは、虐殺を逃れて、 洞窟内の修道院に隠れたキリスト教徒の集団に遭遇し、彼らに命を助ける代わりに、修道院が保管している古い写本を提出するように要求した。キリスト教徒は、命よりも大事な写本の提供を拒み、彼らの信仰心に心を打たれたティムールは命を助けたという。遠征の時、ティムールは抵抗する敵を追い詰めるために、 しばしば焦土作戦を用いた。戦闘の前に都市へ降伏を進める使者を送ったが、交渉が決裂すると都市は虐殺と破壊の対象とされた。軍隊の突入の前に警告が発せられ、その後に残った住民と守備兵の虐殺、拉致、略奪、城壁の破壊が行われた。1383年のスイース単元制において、ティムールは考え施設を破壊し、 ティムールの破壊行為は長期にわたってスイスタンの発展を遅らせた原因としてみなされている。征服地から得られる利益を確保するため、原則的にティムール軍は兵士に征服地での略奪、強姦を禁じていた。しかし、征服地で犯行の兆候が見られると、ティムールは恐怖を植え付けるために大量虐殺を行い、住民を服従させた。ヘラート。 イスファハーンで行われた、見せしめのための虐殺。デリーでは、自軍の安全を保障するための虐殺が行われた。ヒースラム教徒に対しては虐殺そのものを楽しんでいた、傾向もあった。大人だけでなく、子供も、ティムールの大量殺戮の対象に含まれた。1400年に、スイバスを攻撃した際に、 水バスの住民は子供たちの合唱団を市外に送り出し、歌声で道場を弾こうとした。しかし、ティムールは子供たちを殺害した。ダマスカス占領の際には、約1万人の幼児を捕虜とし、退去の時に幼児たちの親は我が子の釈放を求めたが、ティムールの命令によって、幼児たちはすべて軍馬に引き殺された。部下の一人は、ティムールの行為をいめたが、 ティムールは、彼らに対する慈悲の思いが湧かなかったと答え、意に返さなかったという。サイード、ウラマー、カーディといったイスラームの知識人は、虐殺の対象から外され、イブンハルドゥンのように工具を受けた者もいた。また、交易の進行のため、商人を中心とする都市の貴族層と、従者も除名された。 B.B. ビビハーヌム・モスク・ティムールは都に定めたサマルカンドに強い愛着を抱いており、多くの施設を建設した。モスク、マドラサ、武器工房が建設され、灌溉水路も整備された。大規模な工事現場には、ティムール自身も視察に現れ、建築家や商人を知った激励した。ティムール統治中のサマルカンドにおける代表的な建築物として、グーリアミール病。 B.B. ハーヌムモスクが挙げられる。また、サマルカンド近郊には、ソルターニーエ、シーラーズ、バグダードなどの西方の都市の名前を冠した村が建設された。村の中には、ミスル、ダマスカス、バグダードといったかつて存在したイスラム国家の首都の名前を持つものもあり、命名の裏にはそれらのことでさえも、サマルカンドの意向には及ばないことを示す意図があったと思われる。 さらにティムールは、交易を奨励するために、バザールと、対象宿の建設、道路の修繕を行い、サマルカンドは、東西交易の一大中継地点へと発展した。サマルカンド、ひいては、マーワラーアンナフル全体の発展のため、ティムールは、経済力の高い都市へと遠征した。征服地からは、財産と物資がかき集められ、都市に居住していた、学者。 芸術家、職工がサマルカンドに連行された。サマルカンドに連行された人々は住まいを与えられ、活動に必要な資金が貸し付けられた。イラン、シリア、中国から呼び寄せた職人も加わって、サマルカンドの主工業は発達するが、人材の流出を防ぐために、職人の中央アジア外への移動は厳しく制限、されていた。また、サマルカンドが発展した一方で、 ティムールによって多くの人材が連行されたダマスカスでは数世紀にわたって技術と文化の発展が停滞した。アフマドイブン・アラブ・シャーによるティムールの電気、ティムールの存命中、彼の電気を編纂する計画が一度も打ち上がったが、その大行かつ過剰な記述と表現を嫌ったティムールによって却下された。1424年頃に、 ヤズド出身のサラーフ・ディーン、アリー・アズディーが表したペルシア語の年代記、勝利の書は、ティムールと孫のハリー・ル・スルタンの辞籍を記している。ティムールの辞籍が誇張されている箇所も存在するが、宮廷資料を使って、具体的な事実を記録している点で、他の伝記より優れていると考えられている。16世紀初頭に、シャイバーニー朝の君主、クチュ判の命令によって、 ザファルナーマは、シャガタイ語に訳され、さらに諸言語に訳された。また、15世紀初頭には、ヤズディーの勝利の書と同名の年代記が、ニザアーム、アッディーオシャーミーによって編纂されている。シャーミーの勝利の書は1402年から1404年の間に、ティムールの命令によって編纂が開始された詩書であり、ティムールの考えが反映されている。 信頼性を評価されている。しかし、以前に、別の電気が、体元総合を含む記述によって却下された経緯により、記述は簡素で、情報量はやや少ないものとなった。ダマスカス出身のアフマドイブン・アラブ・シャーは12歳の、時に、サマルカンドに連行され、ティムールが亡くなるまで2年の間を彼と生活を共に、した。アラブ・シャーは、後年、ティムールの電気を知るし、 その記述は、彼の才能を認めながらも、また憎しみも含んでいた。時代は折り、1627年に、ムガル帝国のシャージャ・ハーニー、ティムール自身が41歳までの前半生を記した、自伝、ティムール法典が検定された。1610年に、オスマン帝国のイエメン総督、ジャーファル・パシャの図書館で発見されたもので、アブータアリフ・アル夫妻イニいが、シャガタイ語から、 ペルシア語に訳した。ティムール法典は、英語、フランス語、ロシア語など多くの言語に翻訳されたが、チャガタイ語の原本は確認されておらず、ティムール朝の記録でも、自伝の存在は確認できない。実際に、ティムールが編纂に携わったか否かについては、議論が分かれているが、 後世に書かれた儀書と仮定しても、ムガル帝国時代の事情が反映されている詩書としての価値を評価されている。1561年より前にヨーロッパで描かれたが、ヨーロッパの歴史家はティムールが捕虜にしたバヤジと一世を馬に乗る踏み台にし、鳥かごのような檻に入れて連れ回したというオスマン帝国への敵意に満ちた虚構を事実として記した。この場面は、 マーローのタンバレイン大王でも再現されている。ティムールはルネサンスから近代にかけてのヨーロッパ世界に強烈な印象を与えた。15世紀のヨーロッパの人々はティムールの自責に魅了され、また恐れを抱いた。15世紀のヨーロッパにはティムールの急速な勢力の拡大と各地での残虐行為に対して不安を抱いた人間とティムールを ヨーロッパ世界の同盟者として歓迎する人間が混在していた。アンカラの戦いでティムールがバヤジと一世を破った時、彼がオスマン帝国の手からキリスト教徒を守るために戦ったと思って賞賛の言葉を送る者もおり、フランス王シャルル6世やイングランド王ヘンリー4世は彼を同盟者とみなしていた。 オスマン帝国の勢力が減衰したために、キリスト教国の商人が中東での商業活動を続けることができ、ティムール軍が商人の帰国を支援したため、シャルル6世とヘンリー4世はよりティムールに信頼感を抱いた。キリスト教徒の中には、ティムールが中東での巡礼の安全を確保するために戦ったと考えた者もいた。一方で、ティムールを ヨーロッパ文明とキリスト教の両方を破壊する蛮族とミルクにもあった。ティムールの台頭に対してカスティーリャオ・エンリケ3世のように個人的に死者を送り情報の収集と同盟の締結を図った君主もいた。また戦争を回避するためにティムールのキリスト教への改修が試みられたこともあった。16世紀末のイギリスの作家クリストファー・マーローは 1587年にティムールの生涯を題材とした儀曲、タンバレイン大王を発表した。この儀曲でマーローはティムールを規制の価値観を打破する英雄として描き上げている。16世紀のヨーロッパで書かれた物語性の強い歴史書が儀曲の下敷きとなっているため、タンバレイン大王と史実のティムールの生涯には大きな相違がある。 ミハイル・ゲラシモフがレイアウトされたソ連のコイン1941年にソビエト連邦のミハイル・ゲラシモフらの調査隊によってグーリアミール病のティムールの遺体の調査が行われたティムールの棺には私が死の眠りから起きた時世界は恐怖に見舞われるだろうという言葉が刻まれていたが棺の蓋は開けられて調査が実施されるさらにゲラシモフは 棺の内側に文章を発見し、解読した結果、墓を暴いた者は、私よりも恐ろしい侵略者を解き放つという言葉が現れた。調査から2日後、ナチスドイツがバルバロッサ作戦を開始し、ソ連に侵入した。結局、ヨシフ・スターリンに何が書いてあったのかは、粛清を恐れ秘匿された。1942年11月のスターリングラード。 攻防戦でのソ連軍の反撃の直前に、ティムールの遺体は、イスラム教式の低調な奏霊で再埋葬された。ウズベキスタン共和国サマルカンドのティムール像、ロシア革命期にティムールは、トルキスタンのナショナリズムを象徴する英雄に、祭り上げられたが、スターリン時代に、ティムールの理想化は禁止され、抑圧者、破壊者としてのイメージが強調される。 ティムールとチャガタイ語をシンボルとして、トルギスタンの歴史、文化的一体性を主張した知識人は、ハントルコ主義者、民族主義者の落印を押されて弾圧された。サマルカンド2500年祭が開かれた1968年、歴史家のイブラヒム・ムミノフは、記念事業として、中央アジアの歴史におけるアミール・ティムールの役割と位置を敢行するが、それまで務めていた。 研究職を解任される。その理由として、注目を集める行事の中で、ウズベク人であるムミノフが、ウズベクナショナリズムの英雄とみなされる要素のある人物を称賛したことが挙げられている。ソ連私学会では、ティムールとティムール長に対して外して否定的な評価が下されていた。その後、1991年のソ連崩壊によって、 ウズベキスタン共和国が独立した後、ティムールは民族と国家を象徴する英雄として復権を果たし、1993年に首都タシュケントのアミールティムール広場に置かれていたマルクス像に変えてティムール像が設置される。1996年には生誕660周年を記念してユネスコの協賛で大規模な祝典が開かれ、タシュケント、サマルカンド、 シャフリサブスで式典が開かれた。同年にアミール・ティムール博物館が開館し、グーリ・アミール病やビービー・ハーヌムなどのティムールにまつわるサマルカンドの歴史的建造物が修復された。現在、ウズベキスタンで発行されている500スム紙幣の裏面にはティムールの騎馬像が描かれている。また、ティムールはウズベキスタンの伝統的な格闘技であるクラッシュの 保護者とみなされている。しかし、16世紀初頭に、ティムール朝を滅ぼしたシャイバーニー朝は、ウズベクを自称する遊牧民族の国家であり、ウズベク人の区分と名称の由来を直結させると、ティムール朝を滅ぼした集団の名前を冠する民族が、ティムールを称賛する矛盾が生じている。ティムールを、現在のウズベキスタンで生まれ育ち、サマルカンドを首都として、 大国を建設した、ウズベク人とみなす観点は、旧ソ連の主観から継続する観点である。他に、ティムールの元には26人の側室がいた。ティムールの印象上に載せてあるのは、ペルシャ語で書かれた、チャールズ6世への手紙からのティムールの印象。オリジナルバージョンとしては最もよく知られている。ありがとうございます。